九字氏とは、江戸時代に存在した、訴訟の代行を行としたもの出入く九字いなどとも呼ばれる。明治期に大元人制度を経て、日本における弁護士制度の源流となったとされているが、現在の事件史にあたるもので、その性格や社会的評価は大きく異なる。訴訟の当事者の依頼を受けて必要な手続き方法や、訴訟技術を教示したり、 必要な書類の作成代行を行ったりするなど、旧来の代筆的業務に留まる者もいたが、さらには内債の圧旋を行ったり、時には親族や町役人、村役人になりすまして法廷に出廷して、訴訟を補佐したり、古い借金証文や売掛帳面などを買い取って出訴して、相手側に内債を迫って、金品を得るなどの行為を行った。江戸幕府は、 九慈氏を不法な存在であるとして、取締りの対象としている。なお、奉行所行人の大諸行として、九慈宿がある。その職務は概ね、訴訟技術の伝授、代筆に留まったが、実際には公認の有無の差しかなかったとも言われ、九慈宿の主人、下代が九慈島街の行為をしていることは、もちろんあった。九時三年ということわざがあるほど裁判には、時間がかかる。 そのため地方から出てきた訴訟人が年単位で公家ごと宿に滞在することも珍しくはないという。また裁判を長引かせ宿に滞在させたり、依頼者に多額の礼金を要求したり、証文を劣増するなど、こうした悪徳な公家ごと宿は数多く存在していた。ありがとうございます。